嫌なことあったの？脱皮してる。脱皮。めっちゃ最近だよ。この抜かれ方。150。そういう木なんじゃないか。勝手に抜けるね。日焼けした人みたいな。あれ、あの見に行ったか。やった。今見に行ったんだ。少し手も止まり気味になってきたんで、はい、それをそれでいいと思うんですけど、はい、左脇をちょっとやっぱ締めて、そう、こっちにクラブが横に来るようにしたいですね。こうなっちゃってるんですよね。ここ、うん、左にこう、手元とクラブを左側に。どうやったらできるんだこれ。やるしかないんですよ、この練習。どのあたりから開始してるんですか。それあんまり意識してないですよ。実際にはまあこの辺からじゃないですか。クラブこの体の横にやっぱ自然にひねりによって落ちてくるんで、そっからどこに振っていきたいか、どう振っていきたいかっていう。やってないの？はい、あそこ行きます。関係ねえみたいな感じでやってるから。関係ないのか、この人たちは。完璧だ。今のだとちょっと右に残ってるね、体重が。もうちょっと左に乗りながら、そしてここを引くとヘッドが長く出る。そう。あと一打でもパーを落とすと100切れていけないというまだバディのチャンスがある。プラン落としちゃった。200。これむずいっすね。当てましょう。はい、100切りは難しいんだよ、やっぱり。入れましょう。
んな弱いんだ。ナイスナイスバディ。よし。ずっと入りました。完璧に打ったんだけどな、僕今狙いすぎ。すごいやん。終わったじゃん。完璧に終わったじゃん。今のはね、精神的にやられてました。思ったとこ打ててんのにな。この企画は終わったが楽しく回りますけど頑張ります。はい、さっきの OB もそうですけど、残り100ヤード切ってからの風の読み違いであって OB になっちゃうっていう、今日は難しいコンディションなんで、だからその頭をよりこうフル回転していかないといけないですよね。さっきので言うと、ティーショットでボールがどっちに持ってかれたかで全体の風向きが見えてくるんで、旗も目安にはなりますけど、さっき宮下さん旗にこう惑わされたじゃないですか、それで反対に行っちゃって OB まで行っちゃったんで、それはやっぱりその前段階でもう最初に風の向きをちゃんとインプットして、その情報を信じないといけないっていうような状況でしたけどね。本当に2番手くらい飛んでいっちゃった。そうだ、こういう日は本当いろんなところに頭使わないといつも通りのスコアって出ないから、相当難しいです、条件としては。致命的なミスはそんなないですよ。さっきのパターくらいですよね。そうですね。あれはもうなんか心が完全に負けてる人、やっちゃったやっちゃったっていう状態でもう適当に打っちゃってましたからね。上げていくのが早くなりましたね。上げていくのが早いっていうのはちょっとこう手の力で上げすぎてるんで、最初から指導がですか。そうそう、だからこうひねりが入っていかないんです。こういう肩のひねりがなくて、手でちょっとこう高く上がっちゃったんで、捻転が足りなくて開く方が強くなるっていう、まあ振り遅れですね。うわほぼ元通り。上がっちゃった。ちょっとキャッチボールしてみてね。あれ僕ですか。あれ宮下さん。を返す動きをすると、はい、ボールが低くなるんで、これは感知した方がいい。そうそうそう。短かったです。ショートしました。Thank you.
終わり。素晴らしい。傾向としてはちょっとね変わっちゃうんで、うん、ちょっと若干下半身の踏ん張りが効かないでも今非常に当たりましたけど、そのヘッドが前にこう出ようとする動きはできてる、うん、まあ、っすぐ行ってるんで手元自体の動きはいいと思います。ちょっと体が前にボールの方にこう行こうとして感じです。このアユ選手どうでした？アユ選手なんかすごい将来に期待できそうなうまさを感じました。雰囲気ありました？雰囲気ありましたね。なんかいい、やっぱり上手い人ってスイングのリズムとかがいいですよね、はい、構えてから打つまでのこうリズム感がすごい一定してるんで、スイングやっぱ綺麗ですし、ボールも打っててねじれてないから、コントロールできてますね。もうちょっと触れそうですよね。もうちょっと触れそう。その飛距離っていう点で言うと、うん、あ、ポテンシャルがあるってことですか？そうですそうです。こうゆっくりは触れてるけど、もうちょっとこう力むポイントが分かってくればもっとこう強いボールが打てそうな感じ。球全体的にアイアンだとちょっと低めな感じだから、そのやっぱり最後ヘッドが加速するっていう動きはまだちょっと弱い感じしますね。はい、しっかりクラブヘッドが走ってくるようになればアイアン高く上がるようになってくるし、もう100超えてるよね。3番？そうです。あんなもん？もうちょっといくかなって感じアフレード出したかな。はい、足が止まってきてクラブがもう後ろからインサイドから来ちゃってるんで、もう体がこう向こうに向けなくなってくる疲労の現象です。後半にかけてちょっとこう立ち方とかをアレンジできるといいですね。こうやっぱ普段の同じ立ち方じゃなくて、まあ、今の方がやっぱ出やすいって自分がこう認識できてくれば、はい、もうちょっとオープンスタンスを取って、はい、クラブがインサイドから来すぎないように、うん、おお、超えちゃった。
疲れ様でした。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。まあ課題はいくつかあるものの、まあちょっとこれだけはやってくれないかみたいなやつ一個教えてくれませんか。エサさんの場合は、はい、こうクラブが下からこう煽った時に、まあフェースも一緒に上に向いちゃうっていう動きなので、まあこう自分のチャンネルの動画で一本背負いっていう、こう肩を動かしていくドリルがあるんですけど、はい、体がやはり左にこう向いていけずに回転していけないから手だけこう上に煽っちゃう動きをするので、体がこうまず左にこう向いていくような、まあ何かこの右肩にですね、まあゴムでも人でもいいですけど、何か背負ってるイメージで、それをこうしっかり地面に向かってバンと叩きに行くような、そうですそうです。野球の練習みたいでしょ。そう、まあ極端に言えばそういう動きがなくなってくると左に回転振れなくなってきて、まあこう右プッシュアウトがだんだんこう体が止まって増えるか、体が回ってなくて手だけ返ってすごい左引っ掛けちゃうか、どっちかってなってくるんで、まあとにかくそのボールを前に飛ばすっていう動きの時に必ずこう体がターゲット方向に向いていくっていう、こう癖をアプローチとかハーフスイングとか小さい動きからこう癖にしてあげるといいかなと思います。わかりました、うん、ちょっとやります。あとは細かい技術はすごくいいものを持ってるんで、このコース約6500ヤード近いレギュラーティーからのヤーデージと、まあ、今日のちょっと強風、画面ではちょっと伝わりづらいかもしれないですけど強風っていうところを考えれば、まあ、100は切ってたような内容だったんじゃないかなと思うんですよ。風によって隣のコース行っちゃったりとか、風によって OB になっちゃったりっていうのは、まあ、もちろんそれも含めてゴルフなんですけど、まあ、今日はちょっと数字は出しにくい環境の中で、すごくいいゴルフプレーはできていったかなと思います。であとパターで、5打くらいは減らせるかなっていうシーンは、ちょっとなんか変なショートありましたよね。ありましたね、はい、あれはやっぱり集中力をいかに切らさないかっていう、まあ、これも18ホールゴルフの、集中力を切らさないって難しいところでもあると思うので、自分でラウンドしながらオンのスイッチとオフのスイッチをこう切り替えるっていう、まあ、これはラウンド場数を踏んで慣れていくものなんですけど、ずっとオンだともう体力なくなっちゃって、後半ちょっとそんなシーンがありましたよね、うん、いや結構切れていきました。集中力が切れて、はい、まあ、本人は思ってないんだけどちょっと雑になっちゃうみたいなシーンがあって、それで後半ちょっと増えちゃったかなっていうのはありましたね。お便りコーナーいっぱいあったのに何もしなかった。後でまた今度遊びに行かせてください、ね、はい、はい、行きます。その時にハンズ行きます。今日は僕もちょっと声がこんな声なんで、はい、お待ちしてます、はい、どうでした今日回って。いや結構勉強になりましたし、はい、楽しかったです。楽しかったですか。楽しかったです、はい、こちらこそ勉強になりました。本気にもできたしね、はい、いや本当最近なかったいい刺激をもらいました、はい、普段なんかあんまりこうクールぶってるねみたいな、なんかテンション低いねとか言われたりするんで、驚かせてもらってこちらこそ楽しかったです。テスト頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。では皆さん第一ゴルフ TV の方の登録もお願いします。リンゴルフオープンの取手国際ゴルフクラブはここでやります。100切り応援のイベントもやりますので、ぜひ皆さん、やってきてください。達成賞もらいに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。